こんにちは、藤山美智子です。たまにこのような相談を受けることがあるんですけども、なんだかすごくやつれて見えるんですとか、なんか老けて見られるんですけども、どうしたらいいでしょうかといったことです。で、このチャンネルでは健康的に見せたり、それから若々しくしたりするテクニックはいろいろ説明はしてきましたけども、ヘアスタイルっていうのもすごく重要なポイントなんですよね。で、それが例えば、私のように一本に結ぶっていうだけでもちょっとあるポイントがあるんですよね。で、それは何かと言いますと、このもみあげのところって言いますか、この耳の横、その髪の毛の処理の仕方、それによってやつれて見えたり、それからもしくは若々しく見えたりといった違いが出ます。ところで、最近ニュアンスのあるまとめ髪っていうのが、定着しているというか流行っていますけれども、それによって、おしゃれな印象になったり、それから可愛い印象になったりしますけれども、中には先ほども言ったようにちょっとやつれて見えたりとか、それからちょっと老けて見えちゃったりとかという人も、中にはいらっしゃるようです。で、その対策としては、さっき言ったようにここの耳の横 のこの毛、これをピシッと決めるということが、重要なポイントとなります。やり方は簡単です。まず最初に、1本に結びますけれども、その時は、なるべくピシッとまとめちゃうことがまずは大事です。で、まずはこの毛流れをこういうような感じで、整えていきます。こういう感じですね。で、こういう感じにして、で、整えたら、で、それで、ゴムで留めていきますけれども、次のポイントはもうこれ以上1本を輪の中に、ゴムの中に通せませんぐらいな、きつく伸ばしながらきつく言われます。よいしょぐらいの感じでまずはまとめてください。で、その後に、先ほど言ったようにここの、耳の横の毛を、ここの毛ですね、ここからここの毛ですね、この部分をクククッと引っ張ります。横にグーッと左右にこういう感じで引っ張ると、ここがピシッとなります。で、ここをまずはピシッとやった上で、今度は、ここの生え際のこの四角い角の部分ですよね。角の部分から、内側の部分、ここに高さを作ってニュアンス感を作ります。で、ニュアンス感を作るときは、ピシッとやっても引っ張り出せませんというときは、こういうふうにコームの先を使って、少しずつこんな感じにして引き上げていきます。こういう感じですね。で、その時になるべくいっぱいつままないで、ほんの少し束ずつこういうふうにしてあった方がニュアンスのある印象に仕上がります。まずは正面見た時の、髪の毛のここの上のところをこういうふうにして引っ張り上げます。で、そしたらば今度は、ここの辺あたりにもニュアンスを作るために、ちょっと見えづらいですかね、こういうふうにしてやっぱり束ずつこういうふうにしてつまみ出します。で、そう、ここの襟足のところがね、やっぱりダボついてるとちょっとこう和風な印象になってしまいますから、もし結んだ時にダボっとしているようでしたら、下側も両側からこういうふうにして、よいしょ、ダボつきをクッと中に引き上げちゃうということです。こんな風にしてやっていきますと、頭の形が卵型になりつつも、それからここがキュッていきますので、顔も立体感が、横から見た時も立体感が出るということです。でも、なんか今日ちょっとあんまりうまくここピッていかなかったっていう場合は、こういうアメピンですよね、アメピンでここの耳の横の毛に間にこういう感じで差し込んで、そのまんまスス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 ッというふうにして持っていくと、よりキュッというふうな印象になるということです。どうでしょう、なんか
ピッというふうなこんな感じになってませんか。それで、あ、少しちょっとあれですかね、この辺がもう少しですから、意外とこの引っ張り具合によって頭の形って作れるんですよね。から私はちょっと頭の形が四角いんですとか、なんか横が張ってるんですっていう方は、結んだ後にこんな風にしていろいろと調整するといいんじゃないかなと思います。で、例えばね、これが適当に結びました、まあいつもこんな風にする必要はないんですけども、なんかちゃんと決めたいっていう時なのに、なんかあ適当にやっちゃったっていう場合、まあどうなってるかっていうと、まあ例えばまあ、適当にまとめただけ、どうでしょう、なんかこう、なんか途端にやつれたっていうような印象になってないでしょうか。なんかまあ、そういうのがちょっと今日は嫌だなっていう時は、なんか今みたいにやってみてください。もうこのテクニック、私はなんかアシスタント時代からやっている、まあローテクっちゃローテクなんですけども、まあすごくこれですごい立体感を作ったりするっていうこともあります。これは撮影の時の小ネタなんですけれども、まあこれも私がアシスタントの時からやっている、まあということで、まあとてもローテクなテクニックなんですけれども、例えばモデルさんがちょっと耳がね寝ていたりとか、それ耳の角度が寝ていたりとか、それからもうちょっとまあ立体感のある顔立ちな印象にしたいなっていう時に使っている、テクニックです。でそれに使うのは何かと言いますと、こちらです。でこれは布テープです。で適しているのはこういった紙テープのカサカサゴワゴワするのではなくって、こういったガムテープを使います。でまあ大体そうですね、大体まあ、これって何センチでしょう、まあその10センチも満たない7センチぐらいですか。でこれで、まあ、それを半分にして、で、それをくる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 っとまずまとめちゃいます。でこのまとめた時のまあ太さなんですけども、すごく耳の寝ている人でしたらもう一巻きこちらをもう一回巻くとかしてやりますけれども、まあ例えばこれぐらいだったとしますね。でそれをまたさらに半分ぐらいに切っちゃいます。でこれをどこに使うかと言いますと、その耳の寝ているここの部分のここにこういうふうにして貼り付けちゃうんですよね。でそうすると、まあ私はちょっと耳の角度が、まあ、寝てないのでちょっと分かりづらいかなと思うんですけども、まあこういうふうにして立てることによって、実は顔立ちがすごい立体的な印象になるんですよね。だからまあそういうふうに使いたい時やってるんですけども、ただこれは写真の撮影の時、動画ですと例えばいろんなところに見た時、あなんか耳に後ろについてますよってなっちゃうとまずいので使えないんですけども、まあ皆様でしたら例えば自撮りで自分でこういうふうにしてする時に、ちょっとなんかこう印象こうなんか洋風な印象にしたいわっていう時にちょっと試してみてください。もしくは例えば黒い黒いテープもありますよね、マスキングテープっていうんですか、あれも例えば髪の毛だと気づかないし、それから下ろしてる時でもそれでやるとさりげなく顔が立体的になるというような方法です。まあこれもちょっと小ネタの一つとしてご紹介いたしました。で、まあ、今回のようにまあちょっとまあいつもじゃなくてもいいんですけれども、なんかちょっと生き生きとした印象にしたいわっていう時には、今日のようなテクニックを試してみてください。でこの効果というのは、私はですね、実はですね、その目尻をこう上げるためにも使ってるんですよね。ですからさっきのここの部分を引っ張ると、実は目尻もこうクッと上がるんですよね。なのでそういった意味でも若々しく見える効果がある
ということです。このようにもし何かお悩みのことがありましたら、まあ、私で答えられるようなことでしたら説明をしていきたいと思いますので、今回 あのコメント欄に、こういう場合はどうしたらいいんですかみたいな感じでコメントをいただけると、まあ、答えられるようでしたら、答えたいと思いますのでよろしくお願いします。ではまた。